こんにちは。年末ですがいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ロコちゃんについてご報告がありますね。キイちゃん、トライアルに出発していたロコちゃんなんですが、無事に譲渡が決定しました。パチ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 。年始までトライアル期間ではあったんですが、先住犬の様子も見ていただいて問題ないということを確認していただきまして、正式譲渡を決めてくださいました。お兄さん犬がいるんですけれども、お兄さんともその仲が悪くなるようなこともなくですね、お兄さんの方もロコちゃんの方もどちらもストレスにはなってない感じなので、このままですね、ロコちゃん幸せに行ってくれるんではないかなと思います。すごく優しい里親様ご家族なので、ロコちゃん新しい新年をとても嬉しい形で迎えられるようになりました。もうトライアル中にですね、ロコちゃんのために新しい犬用のカートを購入してくださったり、本当に愛情を持ってロコちゃんに接してくださっているのが伝わります。応援してくださった皆様ありがとうございます。ペコリペコリ。実はロコちゃんの里親さんがロコちゃんを見つけてくださった経緯なんですけれども、こう YouTube を見てる時にポンとおすすめでですね、ロコちゃんが出てきたらしいんですよ。でそのまま見てくださってご連絡をくださったんですけれども、 YouTube のおすすめに来たっていうのはやっぱりたくさんの人が見てくださったからだろうなと思います。この人がきなこ先生の YouTube を見てロコちゃんのこの成長ぶりを応援してくださったおかげで、ロコちゃんのずっとのご家族の目に留まることができたのだと思います。ですので本当に皆さんのおかげでロコちゃん家族を見つけることができました。ありがとうございます。キーちゃん見た？追加です。卒業犬のワンちゃんの様子やお知らせなどをですね、インスタグラムの方でアップしてたりもします。 YouTube に上げるよりもですね、インスタグラムに上げる方が簡単なので、そういうご報告そうしていこうかなと思ってます。 YouTube もインスタグラムもきなこ365ですので、よろしければフォローしてください。年末年始で寒い時期なんですが、どうぞ皆様お体に気をつけて、暖かい時間と素敵な年越しをお迎えくださいませ。きなこちゃん寝ちゃったけど。それでは皆様良いお年を。バイバーイ。